スネークネプチューンです。待って、やばい。名付けて KTS です。 KTS バナナマニア、ガチョンガチョン、どうもガチョスです。はーい、キョウピンです。この間の動画でアニマギアを僕たち作りました。はい、今日はですね、超激マジヤバかっこいいアニマギアをね、カスタマイズしてオリジナルで作っていきたいと思います。そんなハードル上げちゃった。はい、ごめんなさい、まとめます。はい、ダメですね。今回はオリジナルアニマギアを作ります。イエーイ。ということでカスタマイズができるんですよ。あ、そうなんだ。そう、この単体でもかっこいいんだけど、組み合わせることでさらにオリジナリティにあふれた作品ができるので、うん、今日は僕たちがね、2人でこの5体のアニマギアを使って、はい、オリジナルアニマギアを作りますというね、早速やりましょう。えい、それでは早速やっていこう。バンマニ、5体のアニマギアをこんな感じで分けました。はい、なので今日はその2つ、ガズスはこの3つを組み合わせてオリジナルのものを作っていきます。作れるかな。これね、マジでね、ここが大事。ここが大事なんですか。大丈夫かな。よし、じゃあちょっと決めてこうも。うん、これアニマギアって変形してさ、2つのものになれるじゃん。うん、そうそう、だからその辺をね、うまく活かしつつ、俺はね、このデミナーガスをベースにして作りたいと思う。これね、かっこいいのできそうだね。そうそうそう、これ結構気に入っててさ、どうしよう。あ、いいものできそう。あ、待って、もうさ、うん、ちょっとかっこよさ出てんの、ね、羽みたいになってる。私はこのバースゲーターをね、ベースに作っていきます。いいじゃないですか、愛着湧いてるからね。キョウティンそれ作ったもんね。キョウティンが作ったもん。そうそうそう、もうデミナーガスはもうね、長い武器があるんですよ。これはちょっとね、持たせてね、行きたいなと。本当にキョウティンがびっくりするぐらいの巨大なものを作ります。私も頑張ろう。じゃあ俺この今デミナーガスとバイスフォースを組み合わせたんだけど、うん、この時点でもうね、なんかマガマガしさが出てる。かっけえ。バンマニ、はい、ガチョスが作った作品はスネークネプチューンです。待って、やばい、すごすぎる。もう分かるでしょ、ヘビよ。まずはまずヘビなんだけど、うん、そうで、ちょっとね、あの俺海好きなの、うん、海の、あの伝説の生き物って言ったらネプチューンなのよ、うん、でそれをちょっと合わせて若干マガマガしさをね、脱出作りました。一応一周します。すごっ、天才。こんな感じで、このデミナーガスとバイスフォースをね、組み合わせて作ったの、2つだけ。2つだけ。そう、こだわりポイントがあって、このね、武器をね、2つ持ってこう長い刀身にしたかったの。あ、そうで、この胸の飾りは手なの、実は。だいぶ大きさを出したくて、蛇の尻尾があるから、うん、そのね、結果こういう形になりました。キョウティンの作品は名付けて KTS です。 KTS、 キョウティンスペシャルです。おい、なんで詰まったの。キョウティン言っちゃったじゃん。キョウティンスペシャルね、はい、キョウティンスペシャルです、はい、これはですね、バースゲーター、シュバルツフォース、ガレオストライカーツバイ、3体を組み合わせました。3体合体で、ガレオストライカーツバイはさ、最初ガチャさんの方にあったじゃん、はい、そうだね、足りなくってパーツが、はいはい、足りました。足りたというか、もうほとんど主役になっちゃってる、ね、はい、ちょっと一周見せていきます、はい、いい感じに3体をマッチさせましたね。超高速で走り回ってさ、うん、斧で攻撃してくる。しそう、超強そう。尻尾が上を向いています。マジだ。尻尾が上を向いてる。はい、正面からの絵もいいね。普通に真正面、うん、お、2つの顔があるね、うん、バンマニ、はい、というわけで今日はアニマギアをカスタマイズして、うん、自分だけの超スペシャルアニマギアを作りました。作りました。いや、楽しかったね、これね。楽しかったけど、もうめっちゃ楽しかった。そうだよね、この持ってれば持ってるほどいろんなね、こう組み合わせで遊べるので、パーツがもっと増えるもんね。そうそうそう、今までに出たシリーズとか、うん、これから出るね、新しいものも組み合わせて遊ぶと遊び方無限大なので、うん、ぜひみんなもゲットしてみてください、うん、このアニマギアは全国のお菓子売り場でゲットできます。アニマギアが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。